よし、じゃあ次は山崎哲夫さんですね。マジで、あのオープニングを見てもなおお前は誰なんだって思ってしまうんですけど、このクリーチャーこと山崎哲夫さんのお話を聞いていきましょうか。ということで、月こもり続きからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おっと、もう自分の番か。哲夫おじさんはそう言ってポリポリと頭をかいている。今回もいい冒険談をお願いしますよ。ハムナプトラもびっくりな。どうしたのかしら。早く話を始めてほしいんだけどな。そんな圧かけたことないでしょ。どうしたの急に。便所行きてんのか。みんなは気づいてないかもしれないけど、さっきからゾクゾクしてしょうがないの。誰の話これ。誰目線。この妙に張り詰めた雰囲気を打ち崩してくれるのは鉄おじさん以外にはいない。その張本人めちゃくちゃ張り詰めた雰囲気醸し出してるけどね。顔面張り詰めてますよ。そう思ったから指名したのに。どうしよう。いや、一応セーブしとくか。絶対ここセーブ必要ないと思うけど。しばらく、どうなんだろうな、どっちの方が話が面白くなるかっていう視点を持って進めていきたいよね。せかすだよな。で、哲夫おじさん、早く話よ。ああ、大丈夫。ちゃんと分かってるぞ。そんなこと言ったって、哲夫おじさん、まるっきり上の空じゃない。いや、ちょっと待ったれや。4人目とはいえさ。そんないきなり怖い話しようぜって言われたって出てこないことだってあるでしょ。吉尾みたいなのが異常なんだよ。よし、こうなったらじっと睨んでみる。私は一言も喋らずじーっと哲夫おじさんの顔を睨んだの。するとね。おいおい、そんな顔、怖い顔しないでくれよ。ちゃんとわかってるから。で、やっと哲夫おじさんが話し始めてくれたわ。あれはいつ頃のことだったか。自分は一人山を登っていたんだ。なんて山だったか忘れたが、自分のような冒険家が足慣らしに登るっていう割と険しい山だったな。おもなちゃん、山で一番恐ろしいものが何かわかるかい？間違いなく熊なんですけど。ちょっとこれ分岐しそうだな。さっきのは分岐しなさそうだから、上書きでいいかな。俺の中では確実に熊なんですけど、一番可能性薄いとこから行くか。まあ、幽霊かな。幽霊のことを言ってるとは思えないもんね。鉄おじさんが。おむなちゃんはまだまだ自然の恐ろしさってものが分かってないな。ってことは雨が正解なのか。山で一番怖いのは雨なんだ。出発の時にどんなに晴れていようと、途中で雨が降り出すなんてことはザラだからな。よし、ロードし直してみよう。便利だな、レトロフリークは。クマにしてみよう。クマか。そうだな。確かにクマは怖い。だがな、山にはもっともっと怖いものがあるんだぞ。いいか、山で一番怖いのは雨なんだ。こいつの話になると山とか沢とかさ、自然にまつわる話になってくるのがいいエッセンスだよね。出発の時にどんなに晴れていようと、途中で雨が降り出すなんてことはザラだからな。そうだね。山の天気は変わりやすいって言うだろ。山の天気と新流行り神のストーリーは変わりやすいからな。空の一角にポツンと嫌な雲が見えるなと思っていると、あっという間にどんよりした雲が空を覆ってるんだぞ。あ、まるで新入り神のようだ。場合によってはすぐに霧が降りてくることもある。そうなるともうお手上げだ。目の前が真っ白になって一歩も動けなくなるからな。そうだね。あの、雨がもたらす何かが怖いよね。二次災害って言っていいのかな。雨、直接的な影響は雨なんだけど、その日も自分が山を登ってる途中で雲行きが怪しくなってきてな、どうやら一雨来そうなやばい雰囲気になったんだ。これ以上登り続けるのは危険だと判断した自分は、そこでコースを変更して下山することにしたのさ。まあ、賢明ですね。こういう時に焦って下山するのはとても危険なんだぞ。それはなんか素人でもわかる。思わぬところで怪我をしたり事故に遭ったりするからな。でも焦っちゃうのが人間なんだろうな。自分は一歩一歩踏みしめながら山を降りたよ。するとな、背後に人の気配を感じるんだ。誰かが後ろからついてきてる。そんな感じだ。だがな、振り返っても誰の姿も見えない。気のせいかと思って再び歩き始めると、今度は小枝や落ち葉を踏む足音が聞こえてくるんだ。その足音は自分から一定の間隔を保ってつかず離れず追ってくるんだぞ。自分が立ち止まれば足音も止まる。自分が歩き出せばまた足音が聞こえてくる。だが振り返った時には誰もいない。どうだい、おもなちゃん。おもなちゃんはこんな体験したことないかい？もう定期的にセーブはしてった方がいいよね。お、間違えた。よいしょ。まあ、この、
卵飯系でいいのかな。卵飯系でいいと思うんだけど、この卵飯系は結構な確率でひなみざわ症候群にかかってんだよね。私はないですね。え、ないの？本当に？え、本当にないよ。そうか。本当にないのか。じゃあ自分がどんなに一生懸命に話してもこの恐怖は伝わらないな。わかったよ。残念だが自分の話はここまでだ。次の人言ってくれ。言ってみなきゃわかんないでしょ。よかった。セーブしといて。え、あるある。そうか。あるのか。奇妙な足音っていうのは結構有名な現象なんだな。よーし。ごめんなさいって聞こえてくるんでしょ、それ。後ろから。自分がその足音に出会った時に一番有効な対処の仕方を教えてやろう。それは、無視することだ。いいか、これは大事なことだぞ。死にそう、こいつ。まだ生きてんのが奇跡だな。ずっと自分ら冒険家たちの、間で語り伝えられている方法なんだからな。お前もしかして、ひなみざわの山でも登ったのか？その時まで自分は噂でしか聞いたことがなかったが、一人で山に登ると山で死亡した人間の幽霊がついてくることがあるって言うんだ。結局怖えの幽霊じゃねえか。どうやら自分が聞いた足音もこの幽霊のものだったようだな。もちろん自分は仲間の情報通り足音なんか一切無視して下山を続けたさ。その幽霊から堀江由衣さんの声とか聞こえなかった？どれくらいそうしていただろうな。山頂付近の空がピカッと光ったんだ。その後ややって雷鳴が響く。これは急いだ方がいいな。そう思った瞬間だったよ。例の足音が突然ものすごいスピードで自分を追い抜いていったんだ。それ面白いな。さすがにその時はちょっと驚いた。何滑らない話？足音に追い抜かれたって話は聞いたことなかったからな。だがまあこの時はちょっと驚いたくらいのことだったんだ。本当の恐怖はこの後やってきたんだよ。自分は黙々と歩いた。もう自分以外の足音は聞こえない。時折雷鳴が轟くばかりだ。当然のことなんだがな、不思議なことになんだか心が落ち着かないんだ。ずっと聞こえていたものがばったりと止まったせいでかえって恐ろしくなったっていうのか。しかもな、最悪なことにとうとう雨まで降り出したんだ。こういうのを泣き面にパンチっていうんだよな。まあ間違ってはないからな。痛いっていう意味では。あ、違ったか？蜂？どっちでもいいよ。水差すな。そんな小さいこと気にするなよ、おなちゃん。そうだぞ、小さいことだぞ、これは。そんなことじゃ、一人前の男にはなれないぞ。お気遣いありがとうございます。頑張って男目指します。おなちゃんは女の子だったな。相変わらずのクリーチャーですね。首ふっと。まあ、どっちにしても小さいことだ。偉大な大自然の前ではな。そうだろ？そうだね。そうなんだ。自然の力の前では自分のような冒険家もそよ風に飛ばされるタンポポの綿毛と同じなんだ。お前、話のネタ尽きてきたか、すでに。ああ、まだあるのか。この時のな、雨は土砂降り、しかも雷が遠慮なく鳴り響いてるだろ。本当にお手上げ状態だったよ。下手に動くのはかえって危険だ。自分は足元に気をつけながら雨宿りのできるような場所を探したんだ。慎重に、慎重に。な。するとな、自分の位置から少し下がったところに一軒の家が見えたんだ。山小屋か？とにかく自分はそこへ移動することにしたよ。雨宿りさえできればよかった。火の陰でも洞窟でもどこでもよかったんだからな。家があったっていうのはとてつもなく幸運だったんだ。たどり着いてみるとそこは山小屋だった。自分が思った通りだ。どうだい？冒険家の勘ってやつもまんざらせたもんじゃないだろう。遠目じゃわからなかったが、山小屋はひどく傷んでてな、ここ何年もの間全く手入れされてないって感じだったよ。一旦戸口に立って中の様子を伺ったんだが、全く人の気配は感じられなかった。一応ノックし声もかけてみたんだが返事はなかったよ。それで自分は大きく、戸を開けて小屋の中に踏み込んだんだ。勇気あるな。小屋の中は予想していた以上に暗かったし、妙に肌寒かったよ。雨が降り込んでくるからすぐに戸を閉めるだろ。もう真っ暗さ。ちょっとくらい隙間開ければいいのに。どうだろう、おもなちゃん。ちょいちょい私の意見を聞かないでいただけますか。話進めてもらっていいかな。こういう時はまず何をするべきだと思うかい。なんでこの話を振るの。え、まあ火を起こすかな、私だったら。一応セーブしとくか。セーブ。火を起こす。そうなんだ。よくわかってるじゃないか。いやー、おもなちゃんには立派な冒険家になれる素質があるぞ。どうだい、おじさんと一緒に世界のロマンを求めて旅に出ないか。これいいようにしたらバッドエンドになりそうで怖いからいいようにしてみよう。
そうか、そいつは楽しみだ。なんてだって、お前らちゃんと冒険のロマンを共に味わうことができるんだからな。その顔やめて、本当に。人食いの人食いの顔なんだよ。苦しみや悲しみは半分に、喜びや感動は2倍に。なんて素晴らしいことだろう。どうしよう。鉄おじさんたら、あさっての方向を向いて瞳を輝かせてる。あんまり深く考えずに返事しちゃったけど、大丈夫かな。これはなんか俺知ってるぞ。かまいたちのなんとかで見たことあるぞ、こういうの。絶対に連れて行ってね。今さら嫌とは言えないもんね。おお、やる気十分だな。鉄おじさんたら、なんだかとっても嬉しそう。ニコニコしながら私を見てるわ。おむなちゃんがこんなにまで冒険好きだったとは。いやー、感激だな。っていうか、なんで私にばっか話を振るんだろうな、みんな。他の人にも話振ったら。今度なんて待ってられない。明日の早朝には出発だ。ちょっと待って、そんなの突然すぎるよ。が、そんなに喜んでもらえると自分も嬉しいよ。違うの、これは嬉しいんじゃなくて。今回の冒険はきっとハラハラドキドキ、楽しいものになるぞ。なんてったって、大村ちゃんと一緒なんだからな。なんか女として見られてるな、これ。私は矢崎さんと一緒の方が楽しいんだけどな。いや、楽しいのは多分このおじさんとの方が楽しいよ。矢崎絶対おもんないやつだからな、あいつ。よし、次の冒険の予定も立ったことだし、これで自分の話は終わりだ。鉄おじさんたら、まだ話が途中なんじゃないの。おめなちゃん、さっさと次に行ってくれよ。明日は早いんだ。夜更かしできんからな。ああ、もう勝手にして。あ、バッドエンドではないんだ。あ、終わっちゃった。じゃあ、やり直そう。さすがに最後まで話聞きたいよね。火を起こして、おじさんと一緒に、いや。え、嫌なのかい。参ったな。そんなに強く言わなくたっていいじゃないか。おじさんの神経はとってもバリケードなんだからな。それを言うならデリケートだろう。ああ、鉄おじさんたら、よしおにまで突っ込み入れられちゃって。よしお白紙だからな。使い慣れない言葉を無理して使おうとするからよ。バリケードだったらメンタル強いはずだからな。よしおくんは物知りだな。鉄おじさんは特に気にするでもなく豪快に笑うと、また話を続けたわ。自分は火を起こして暖を取ることにしたんだ。小屋の中央には焚き火の跡が残ってたからな。自分はすぐに荷物を下ろすと薪になりそうなものを探したよ。幸い小屋にはかなりの量の薪が蓄えられてて不自由はなかった。火を起こすとパーッと周りが明るくなってな、こうじわじわと暖かくなってくるんだ。冷え切った体には多少ヒリヒリと痛むがな、その痛みによってまた生きているって実感が増すんだ。まさに生き返る一瞬ってやつさ。自分はしばらくの間ぼんやりと焚き火の炎を眺めてたよ。するとな、焚き火の向こう側に膝を抱えてうずくまってる男の姿が見えたんだ。俺もこれ気絶するわ。こんな状況になったら気絶するわ多分。ふっ幽霊か。一瞬そう思ったが、すぐにそうではないことに気づいた。人間である方が怖いでしょう。まあどっちもどっちかな。幽霊でも怖いけど、そいつには影があったんだ。幽霊だって影あるかもしれんやろ。炎に照らされて大きく伸びたそいつの影がゆらゆらと揺らめいてたんだよ。他がどうかは知らないがな、自分は幽霊には影がないと聞いていたからな。影があるからこいつは幽霊じゃない、そう判断したんだ。それにこんな風に山小屋で他の登山者に出会うのはそう珍しいことじゃない。しかもこの雨だ。自分と同じように雨宿りに来た登山者が一人二人いたってちっともおかしくないよな。いやでも火起こしてる間になんか一声かけてくれればいいのに。てか入ってきた瞬間さすがに明かりでわかるでしょ。しかもまだ登山に慣れていない初心者、火も起こさずにじっとしているなんてベテランならありえないだろう。やがて小屋の中が集まってきたんだが、相変わらずその男は微動だにしないんだ。死んでるんじゃないの。眠っているのか、それともめっちゃこっち見てるけどね。ちょっと嫌な予感がするが、声をかけてみた方がいいんだろうか。自分はかなり迷ったんだがな。おむなちゃんならどうするんだい。一応セーブしとくか。セーブ。声かける、じっとじろじろ見る。パス見のある女ということを想定していくならじろじろ見るかな。じろじろ見るだって。そんな失礼なことをとてもじゃないが自分にはできない。お前言うだけどな、なんならお前の方がじろじろ見そうだけどな。昔自分はこう言われたことがあるんだ。私じろじろ見られるのは好きじゃないってな。それお前に見られてたからだよ。
どこも誰に言われた言葉だったかを忘れたが、自分の頭にはいつもこの言葉が刻みつけられているんだ。まあ、この人にはジロジロは見られたくはないよね。だから、そんな真似は絶対にしない。いいかい？獲物を狙う目をしているな。オブナちゃんも覚えておくんだぞ。この時の自分は何もしなかったんだ。そっとしておいたってやつだな。声をかけようかとも思ったんだがな。その度に頭の奥の方で危険信号が鳴るんだ。さっきも言った冒険家の勘ってやつだ。結局自分はそいつを放っておくことにしたんだ。焚き火を挟んで退座したまま。どれくらいの時間が過ぎたんだろうか。突然バリバリっていう凄まじい大音響がして、小屋全体が大きく揺れたんだな。おかしな話になってくるな、これはきっと。俺たちが俺とお前らが求めていない話になるぞ、これは。小屋のすぐそばに雷が落ちたようだったよ。その振動が始まった、あ、収まった時。ギギーで、きしんな音を立てて、小屋の戸が一人でに開いたんだ。激しい風と雨が吹き込んできて、焚き火の炎なんかあっという間に吹き消されてしまったよ。四方八方一応木で塞がってるところにそんな強い風って吹き込むもんかね。それまで身代ぎ一つしなかった例の男がむっくりと立ち上がったんだ。そいつは自分のことなんか全然目に入っていない様子で、戸口まで歩いたかと思うと、そのまま外へ出て行ってしまったのさ。嵐の中へ、だぞ。自分は慌てて戸口に立ち、そいつを目で追ったよ。呼び止めてやれ。どうやら男は雨の降りしきる中、山頂を目指しているようだったな。冒険家だね。山の斜面を登っていく後ろ姿が小さくなって、やがて見えなくなってしまったんだ。え、火復活してんやん。自分は小屋の塔をしっかり閉じると再び火を起こし、雨が上がるのをじっと待ったよ。雨は一晩中降り続き、自分が下山できたのは次の日の午後になってからだったんだ。お前これで話終わったら怒るぞ。前日の雨が嘘のようにカラッと晴れ渡った清々しい空だったよ。お前17分尺取ってこの話で終わったら怒るからな。山を降りながらそれとなく例の男の姿を探したんだがな、結局彼を見つけることはできなかったんだ。とは言っても下山するルートなんていうのはいくつもあるからな。おそらく彼は山頂を越えて反対側の斜面を下っていったんだろう。それはちょっとポジティブが過ぎない？絶対死んだでしょ。もし彼が人間だとしたら。ただそれだけのことなんだがな。もう今ではな、彼に会ったのは自分の錯覚じゃないかって気がする気さえしているんだ。どうだい、おむらちゃんはどう思うかい？え、錯覚じゃないと思う。錯覚じゃないって言ってくれるんだね。ありがとう、おむらちゃん。やだ、鉄おじさんたらすごく喜んでるわ。そんなに嬉しかったのかしら。めちゃくちゃ話半分で聞いてるな、こいつ。返事適当やろ。でも、その瞳の輝き方がちょっと危ないような。どの表情も危ないからね、この人。二人きりになったら人食いそう。ブルーベリーの色になって人食いそう。オムナちゃんはさっきおじさんの旅に出るのは嫌だって言ってたけど、本当は反対なんだろう？照れちゃって、つい嫌って言っちゃったんだよな。え？ちょっと待って、鉄おじさんたら何を言ってるの？私、そんなつもりじゃ。そんなに真っ赤になって否定しなくてもいいんだよ。オムナちゃんの本音はしっかり分かってたからな。本当に？本当に分かってるって言うの？そうだな。今度のゴールデンウィークは一緒に冒険だ。どっか行ってみたいところはないかい？山か海か、それとも海で冒険ってどうやんの？え、どこにも行きたくないよ。私どこにも行きたくない。うわ、それはいかん。オムナちゃんは自分と一緒に冒険のために出るんだ。おい、誰か止めろ。そしてゆくゆくは自分の後を継いで立派な冒険家に接収するもんじゃないでしょ、冒険家って。ちょっと待ってよ。誰がそんなこと決めたっていうの？よーし、ゴールデンウィークの予定は全て自分に任せてくれよ。とびっきり素晴らしい冒険を企画してやるからな。もう、鉄おじさんなんて知らない。早く次の話に行こうっと。昭和のアニメの終わり方しそうやな。ティューンって。オムナのワイプが小さくなっていって。よし、ロードし直そう。さすがに話分岐しそうだよね。こっからかな。そっとしておく。声、まあ声かけるか。さっきジルジル見たんだよね。声かけよう。声をかけるって言うんだな。そうか。おむなちゃんはなかなか友好的なんだな。中の人は全く友好的ではないけどね。だから、自分は、ほら、内気でシャイな性格だろ？だから、こういう時にどうやって声をかけるべきかさっぱりわからなくてな。そのままじっと黙ってたんだ。するとな。そいつがむっくりと顔を上げたんだ。お、動いた動いた。うわぁ。大きなあくびだったよ。なんのことはない。ただ疲れ果てて眠ってただけだったのさ。おや、あなたも登山者ですね。
そいつは自分を見てにこやかに笑いながらそう言ったよ。よく、ま、顔あんま見えてないのかな。顔見えてたら、へえ、化け物って言われてるでしょ。雨宿りの仲間ができて嬉しかった。なんてことも言ってたような気がするな。やっぱり彼も大自然に見せられた冒険家だったのさ。それからは、焚き火を囲んで二人で熱く語り合ったんだ。いやー、不思議なもんだよな。お互い初めて会った見知らぬ者同士だが、もう何十年も付き合いのある古い友人のような気さえしてたよ。日が暮れても雨は一向に止む気配がなかった。それで自分らはその小屋で夜を明かすことになったんだ。驚いたことに彼のザックからは豪華なご馳走が次から次へと出てくるんだ。しかも彼は自分一人ではこんなに食えないからと言って自分に勧めるんだ。温かいスープに温かいご飯、それにたっぷりのクリームの入ったココア。一応自分も非常食は持っていたがな、どれも保存を考えて乾燥させられたものばっかりだったんだ。あっきり言ってごちそうなんて言えない代物さ。なあ、オモナちゃん。オモナちゃんならこんなごちそうを勧められて我慢できるかい？え、できるわけないじゃんね。全部奪うよ。そうだよな。普通は我慢できないよな。自分もそうだったよ。それに向こうは好意で言ってくれてるんだ。断ったりしたら失礼じゃないか。しかも山ん中だしね、疲れてるだろうしな。食うよな、普通に。自分は喜んでごちそうになったよ。いやー、実にうまい食事だった。いかがでしたか？雨に打たれた後に食べる温かい食事っていうのは何よりも素晴らしい価値があると思いませんか？彼はそう言ってココアのおかわりを注いでくれたよ。山登りだいぶ経験してるよね。こんな状況でココア入れられるって結構なベテランでしょ。まったく自分もそう思います。特にこのココアのうまいことったら。自分は心地いい満腹感を味わってた。結局その日は夜を徹して語り合い、彼と別れたのは翌日日が高くなってからだったんだ。またどっかで会えることを願って。どうだい、おもなちゃん、冒険家っていいもんだろ。どこが私がそう言うと、てかもう 今のところ話聞いてるのは冒険家ではなくてただの登山家だからね。しかも趣味の範囲を超えてないからね。ただ山登っただけの話を聞いてるだけだからね。冒険家にロマンは感じないでしょ。私がそう言うと鉄おじさんはひどくがっかりしちゃった。残念だな。おもなちゃんに冒険家の素晴らしさが分かってもらえないとは。うつむいて何か考え事をしているみたいと思ったら、突然パッと顔を上げて、よし、自分が全身全霊をかけておもなちゃんに冒険家の素晴らしさと大自然の偉大な姿を教えてやるぞ。おもなちゃんはさっきおじさんのために出るのは嫌だって言ってたけど、そんなことくらいで自分は諦めたりしないからな。誰がバリケードだよ。どの心がバリケードだよお前。だってなんならバリケードって正解だよ。張りまくってるじゃねえか、予防鉄線。ちょっと待って、鉄おじさんたら何を言ってるの。あ、よし、そうと決まったら、今度のゴールデンウィークは一緒に冒険だ。どっか行ってみたいところはないかい？山か？海か？それとも、これ結局一緒になるのかな？一応、まあ私、海派なんで海にしとくか。海か。海はいいよな。なんてったって、海は男のロマンだからな。海に冒険に出るっていうのは、海原に出るってことですか？よし、ゴールデンウィークの予定は全て自分に任せてくれよ。とびっきり素晴らしい冒険を計画してやるからな。俺は結局こうなるんだろうな。いやー、楽しみだな。よし、次の冒険の予定も立ったことだし、これで自分の話は終わりだ。次に行ってくれ。なんか一応もう一個の選択肢も見てみるか。あんまり変わらなさそうな気もするけど、そっとしておこう。そっとしておくのかい。そうか、自分も同じだったよ。声をかけようかって思うたびに頭の奥の方で危険信号が鳴るんだ。さっきも言った冒険家の勘ってやつさ。結局自分はそいつを放っておくことにしたんだ。ああ、ちょっと変わったかな。焚き火を挟んで退座したまま、どれくらいの時間が過ぎただろうか。突然バリバリっていう凄まじい大音響がして小屋全体が大きく揺れたんだ。ああ、一緒かな。小屋のすぐそばに雷が落ちたようだったよ。その振動が収まった時、ギギー、一緒っぽいね。おいおい、一緒だな。これは特に変わらないのかな。じゃあちょっと次の選択肢までカットしますね。錯覚だと思う。錯覚じゃないと思う。俺錯覚じゃないって言ったんだよね。錯覚だと思う。錯覚か。そうだな。あれは普通の人間や幽霊じゃなかった。カゲロウや蜃気楼のような自然現象に近い存在だったと思うんだ。あの時に見た男はおそらくあの山の持つ木のようなものがより集まってできたものなんじゃないかって思うんだ。これも冒険家の勘ってやつかな。あっあっあっあ。自分はな、
このことがあってからますます大自然の力に魅せられてしまってな。そう言って鉄おじさんは瞳をキラキラと輝かせている。冒険家ってさ、こういう集まりちゃんと来るんだね。でもその瞳の輝き方がちょっと危ないような。あー、この辺は一緒かな。どこか他の場所にしてみるか。どこか他の場所。山も海も嫌だと言うんだね。さすがオムナちゃんだ。オムナちゃんの心の中でも自分と同じ冒険家としての熱い魂が燃えているんだな。よし、決めたぞ。次のゴールデンウィークは砂嵐の夜にだけ姿を現すという巨大な迷宮とその最下層に眠る秘宝を探しに求める旅に出るぞ。ちょっと楽しそう。ちょっと俺も行きたいそれ。え、旅費は全部出してくれるんだよね。あれはどこの国の砂漠だったかな。おっと、オムナちゃん、今このご時世難しいだろうけど頼むよ。ちゃんとパスポートの準備をしておくんだぞ。いやー楽しみだな。おパスポート代とかも全部出してよ。パスポート作るの結構安くないからね。自分とお揃いのタンクトップをプレゼントしような。なんでタンクトップ限定なんだよ。トゥームレイダーみたいになっちゃうでしょ。オムナちゃんにもきっと似合うぞ。よし、次の冒険の予定も立ったことだし、これで自分の話は終わりだ。次に行ってくれ。ちょっと楽しかったな。まあまあ、もうこれ以上は分岐しないでしょう。ということで、もうこいつの話だけで終わってしまうとは思いもしなかったんだけど、じゃあ今回はここまでで終わりますか。また次回。残りは真田と、あれか、和子おばさんか。じゃあその二人の話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。